例えば休業要請だとか医療機関、まあ、こういった整備についてはですね、それぞれやっぱり身近な各自治体の中で取り組んでいった方がいい事柄ってのはあるんだろうと思うんですね。高市総務大臣とのテレビ会議に臨んだ札幌市の秋元市長。すすきのでの感染拡大などを踏まえ、現在知事だけに権限がある休業要請について札幌市でもできるようにするよう求めました。道内では今日、新型コロナウイルスに30代の男性従業員ら3人が感染。全員疑わしい感染経路は分かっているといいます。今月になってから接待を伴う飲食店の関連で23人が感染した札幌すすきの。クラスターが発生した風俗店では今日までに感染者が15人に達しました。今年の春先にこの店を訪れたという客は、4月のその辺の春先か冬終わりぐらいには行ってるんですけど、入店するときに、検温体温の検査と、あとアルコール消毒は必ずします。黒服さんはマスクしてたりしなかったりですけど、はい、キャストのお姉さんたちは基本的にはマスクはしてないですね。クラスターが発生した店は入り口から入ると右側に受付、左側に客の待機スペースがあります。黒いカーテンをくぐって店内に入ると正面に2人掛けの席が並ぶスペース、向かって右側に4人掛けの席が並びます。それぞれのソファーに客と女性が並んで座っていたそうです。すごく密といいますか、いわゆる3密の空間なので、まあ、リスクはあるなと思いつつも、週末から今日にかけて道内で確認された感染者を年代別に見ると、20代から40代が半数以上を占めているほか、非公表とされている人が目立つのが分かります。東京と同じように夜の街での見えない感染が広がっているのでしょうか。警察などにおいても風営法など各種法令に基づく立ち入りを行い、さらに感染拡大防止を図ることができるものと考えています。保健所だけでなく警察も動き始めています。すすきのに配置されたのは防護服を着た警察官。新型コロナに絡んだトラブルに対応できるよう待機しているといいます。道警も風俗営業法に基づいて接待を伴う飲食店3店舗に立ち入りを行い、感染対策を取るよう促したということです。